は、ソニーショップテックスタッフ店員佐藤です。今回はですね、12月28日に3回目のどこかにビューンでちょっと旅をしようかなと思っています。その申し込みの様子からちょっと今回は、ご案内をしてみたいなと思います。どこかにビューンというのはですね、 JR でやっている、イベントの一つなんですけども、自分で貯めた JR ポイントというものをですね、貯めて、それを6000ポイント使うことで、JR 東日本の新幹線どこか1箇所、往復をさせてくれるという、そういう、キャンペーンになります。キャンペーンというかクーポンですかね。6000ポイントを出すことで、往復ができるんですけども、行き先は抽選で決まります。申し込み時にですね、出発の日時、それと、4つの候補地点が出るので、その4つの候補地点のうちどれか、1つが、抽選で当たるんですけども、どれに当たるのかは分からない。そして、帰宅の日時も自分で決定できます。日帰りが前提ではないので、向こうで1泊2泊3泊4泊して、その後の日付で申し込むことも可能です。ただし、行き先はどこだか分からないので、当たってから宿を取るような形になります。6000ポイントを貯める、現金で6000円で買えるわけではなくて、 JR e ポイントという、JR のポイントがない と、これは申し込みができません。で、どうやって貯めるのかというと、一番簡単なのがですね、一番貯まりやすいのが、ビュースイカカードとモバイルスイカを、紐付けて、それで、決まった期間を、電車に乗ること、普通定期券で通勤するところを、このタッチでモバイルスイカで行くことで、同じ区間を10回、1月の間に10回利用すると 10% のポイントが入ってくるというのがあります。それなので、私も今テレワークとかっていうのも入っているので、以前ほど出勤の回数多くないので、定期券ではなくて、つどつどモバイルスイカで僕は利用してるんですけども、そうすると割とポイントが貯まりやすい。こうやって見てると、10回以上の10回乗ってしまえば、この571円区間っていうのの 10% 入ってくるので、570ポイント入ってくるんですね。571ポイントで、10回以上乗ると、そこからは 10% ポイントずつ返ってくるので、割とポイントが貯まりやすい。僕の場合1年間で、1万ポイントぐらいは、返ってくるかなという計算になります。そして、その6000ポイントを使って申し込んで、行くのですが、この上越新幹線、秋田新幹線、東北新幹線、山形新幹線、北陸新幹線、これのうち、いずれかの駅4つを選択して申し込みをします。今回もですね、12月28日私一人で、お休みの日があるので、この日を狙ってちょっと抽選申し込みをしてみたいなと思います。まずは JR ポイントのアプリを起動して、ログインします。そして、どこかにビューのページに飛んで、申し込みはこちらからというところを、さあここでログインをして、さあこれで、行き先発着駅というのがあるので、うち最寄りの大宮駅にしたいと思います。今、東京上の大宮までの3駅だったものが、仙台、盛岡、新潟、長野からもスタートできるようになりました。ちょっと増えましたね。で、出発日を12月の28日木曜日、この日からうちお休みになるので、この日にしたいと思います。で、出発の時間帯を選ぶんですけども、僕狙いはですね、新青森駅なんです。なので、一番早い時間と一番遅い時間で申し込みをしたいと思います。大人一人で、この条件で検索します。はい、行き先候補出てきました。これで行くと一番近い安中榛名駅になんか当たりそうな気がしてしまいますね。こうで、やっぱ狙いは一番遠い新青森駅なので、新青森駅が出るまでこの、条件で再検索をしてきます。出てきましたが、まだ入ってないですね。これ何回でも検索できるので、何回でも検索します。さあどうかな、出てくるかな。ここ D、 ラナノヘ、割と遠いところが出てきましたね。あ、角館もいいですね。秋田駅、秋田駅行ってみたいな。でも B の
あんなか春菜にちょっと当たりそうな気がするので、ここはちょっと近すぎるな。あ、出ました、新青森駅、そして盛岡駅。あ、これ割といいんじゃないですか。し、あの角館もあるし、で、あんなか春菜が1個入っちゃってるんですけども、うわ微妙だな。ここにすごい3カ所遠いところがあって1カ所だけ近い。過去2回ともね、抽選すると一番近いところに当たるんですよ。なのでこれで抽選するとなんかあんなか春菜に行っちゃいそうな気がするんだけど、あんなか春菜ちなみにどんなところあるかというと、春菜さんか、春菜さんな、もうこれ丸山変電所も行ったことあるし、あ、磯部温泉行ってないな、峠の釜飯行ってるな、富岡製糸場も行ったことある、鉄道文化村も行ったことある。うわーってことで、これ磯部温泉だけだな、行ったことないところ。うわー、ここ当たるとあれなんだけども、でもそれ以外のところちょっといいな。どうでしょうね、盛岡いいっすね。盛岡だったら最高ですね。新青森もちろん行きたいんですけど、角館もいいな。ここもう20年ぐらい前になるんですけど、やっぱここでも撮影会やったことあって、スノーモンスターを撮りに行こうというのでですね、あの通るだけこう通ってて素通りしてるんです。駅降りてないので、ここも行ってみたいな。これで申し込んでみようかな。ちょっと条件いいもんね。あんなか春菜だけ外れてくれればすごくいいんですけど、これ4つの駅で申し込んでみたいと思います。あんなか春菜当たっちゃったらちょっと考えよう。じゃあこれで申し込んでみたいと思います。いきます、イエイ。はい、申し込み内容確認出ましたね。28日木曜日で、利用ポイント6000ポイント、よし、じゃあこれで申し込みします。えい、申し込んじゃいました。これで4日以内に答えが出てくるというか、当選駅の発表があるので、それからプランを考えたいと思います。以上、抽選の巻でした。抽選申し込みの巻でした。どこかにビューンの抽選結果が来ましたので、ここで紹介したいなと思います。まず1回目はの時はこう、長岡、秋田、新青森、長野、この4駅で、去年の12月にやっぱ参加した時に抽選で買ってます。で、この時の結果は長野県で、当選してですね、この地獄谷野苑公園とかに、行ってきました。去年、あと棚田ですね、行ったりしましたね。で、これがですね、2回目の時の、角館、新青森、白石蔵王、燕三条、この4駅で抽選をして、割とこれ何回もやっぱ4回、4駅を出してやってるんですけども、結構これ全部遠かったんですよ。どれ当たってもいいなと思ってたら、それでもやっぱ一番近い、燕三条にこれ当選したんですね。行き先決定しました。こういう画面が出ます。そして、ラーメン食べて帰ってきたんですが、さて、今回はこの盛岡、新青森、角館、そしてあんなか春菜、この4駅で、申し込みをしています。あんなか春菜だけ、これが一番近い、これ と、あと那須塩原が近いのかな、最短距離の駅になるんですけども、それ以外の3つはどれもすごい遠い、角館と盛岡が結構近いところなんですけども、なんとか今回は新青森に行きたいなとかっていうふうに思いますと、申し込みをこの4駅でやっていたわけですが、さあ抽選結果が来ていますので、これをちょっと見てみたいと思います。あ、出ました出ました。はい、このようなメールが来て、案内が出ています。行き先は決定したそうです。行き先を確認したいと思います。なんとか新青森へ行きたい、あんなか春菜だけはちょっと避けたい、行きます、確認する。どうだろう、すごい、新青森駅決定ですよ。やった、すごい、当たるもんですね。今まで一番最短距離のところにしか当たってなかったので、もうそういうもんなんだと思ってたんですけども、新青森来た。しかし朝は早い、6時57分に大宮発で、それでも9時49分に新青森に着きます。
で、新青森をですね9時44分に立って19時44分、7時44分ですね。でこっちに着くのが22時39分、3時間やった東北新幹線に3時間乗り放題、ついに当たりました、嬉しい。で、新青森、ちなみに何があるのかっていうか、僕は半中春安中春菜のことばっかり調べてて、全然新青森のことちゃんとまともに見てなかったんですが、まず一番楽しみなのはこの青函連絡船の八甲玉、これに乗ることができるので、これを楽しみにしてます。それとこの温泉がやっぱあるみたいですね。で、こちらの白桜大橋、まあこの紅葉のシーズンは当然終わってるとは思うので、で、弘前城も桜で有名ですが、これ5月ぐらいですよね、ゴールデンウィーク前後だったと思うんですが、まあ桜も咲いてないな。八甲田山か、八甲田山も行ってみたいな。八甲田山スキー場とか、あ、スノーモンスターが見れるかもしれないですね。ということで、12月28日の私の冬休み最初の日ですが、こちらの新青森駅に行くことになりました。やったー。ということで続きは、12月ですね、なんかもう土地狂ってるな、続きは12月28日にですね、またエクスペリアと一緒に Vlog を撮っていきたいと思いますので、ぜひまたこちらの Vlog もお付き合いください。よろしくお願いします。やったー。